映画バイロケーション監督キャストの皆さんです。今一度大きな拍手をお願いいたします。本日はお寒い中、たくさんの方にお越しいただいてありがとうございます。少々このマイクがでかすぎてさっきから笑いが止まらない私たちなんですけれどもマイクが大きい。すみません、ちょっとつぼっちゃってすみません今日なんかスイッチが入っちゃいましたね。おかしいよね。ちょっと面白いんです、こっから見る映画。すみません、うん、あさりくん、ね、マイクが二度見しちゃうんだよね、これね埋まってる、ちょっとそうなんですよねマイクのヘッドがどこにあるのかがちょっといまいちよくわからない状態でねお互いの距離感をこう測りながらこうないることとか、その辺にやっぱり気を使いましたね。そこが自然に見えないとあんまりこちらのパートの方が引き立たないのかな。まあ鍵引き立っちゃう。そう、引き立っちゃダメだから。引き立っちゃう。そう。いかがですか、俳優さんとしてはそういう両極端なキャラクターっていうのはやりやすいですか、それとも大変ですか。ごめんなさい、質問の内容が違うのでちょっと戸惑ってますね。やりやすいかどうか。はい。いや別にそんなやりにくくはないっすね。どうした。痩せすぎて。そうそう。すいません、ちょっと。そうなんです、ちょっと。役作りで病気じゃないんで心配しちゃいます。監督と相談して特に凶暴なシーンをねやってほしいってことだったんで、はい、うん、そうですね、役割としてはバイロケってこんなにやばいっていうのをまずもう可能で見せないとダメなんだっていう、うん、それをとにかく、ね、滝藤さんだけは切れさせたらダメだなって僕は思いましたね。映画の中で。そうそうそう、普段はねとても僕穏やかなんですよ。3人の子供を愛する父親で、ね、ちょっと好感度を上げようと必死ですけど映画本編にはバイロケーション表、バイロケーション裏といった感じでですね、結末が違う2つの作品が存在しております。表と裏どちらが、まあ、それぞれお好きかどうか。個人的には表が大好きです表が好きですね。やっぱり見ていただきたいのはまずはやっぱり表だなって。どうかな、まあ、答えづらいな僕はもう絶対に裏ですね。はい、そうですか。本当ですか。本当。男の人は裏が好きっていう。あ、そうなんですね。ラストのね、水川さんのあの太陽の光と照明とね。何が。裏でしょ。見てないんじゃないの。うん、見てない。嘘つきですね。見てないから、ね。想像で、台本読んだ想像でね。